FM 那覇 78.0MHz をお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。沖縄で頑張る人と人、出会いを紡ぐラジオプログラム、アイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アンさんによります1時間のラジオプログラム、今週もどうぞ最後までお楽しみください。11月に入りましての今週、そして来週の2週は、今年からスタートしておりますウェルネスウィーク。様々な症例をベースに、県内各界のですね、医療関係者の方をお招きして、お話を伺っているコーナーなんですけれども、今週のゲストですね、画面上後で対比すると私の顔の大きさがすぐバレてしまうほど小柄な、はい、ゲストを今日お招きしていくんですが、今日はまた私自身もですね、もちろん性別的に知らないことも多い内容ではあるんですけれども、はい、しっかりとしたこの学びの時間として今日お付き合いさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは改めて画面上ご登場いただいておりますが、今週のゲストご紹介いたします。沖縄協同病院より加用真美先生です。加用さん、今週よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。加用さん、こういうラジオのご出演自体は初めてです。あ、もう聞く専門でいい、どちらかというとですね、このアイネットラジオ、今年からこういうウェルネスウィークとして、はい、本当県内の医療関係者の方々にいろいろとお話を伺う機会を設けさせていただいていくんですが、はい、まあ、かなりざっくばらんな番組でもあるので、はいはい、今日はぜひちょっとリラックスしながら、はいはい、お付き合いをお願いできればと思っております。そして今週加用先生にお持ちいただきました大きなテーマとしてですけれども、女性のヘルスケアという大きなタイトルで今日は2つ項目をお届けしたいと思うんですが、まず加用さん、この今回、はい、女性のヘルスケアという部分にこう着目した、まあ、ポイントといいますか、そのあたりテーマの選定のイメージをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですけれども、私産婦人科医ですけれども、はい、まあ、産婦人科になったきっかけっていうのが、最初に女性のヘルスケアを学びたいっていうのがあって、はい、産婦人科医になったんですけど、で最近ちょうど5年前ぐらいから、はい、ヘルスケアに注目が集まってきて、で女性の総合的な健康管理を進めていこうっていうことで、産婦人科医の中でもそういう動きが出てきたので、はい、これはぜひ皆さんに知っていただきたいなと思って、はいはい、このテーマを選びました。ありがとうございます。で、加用さん、もともとご出身自体は、出身は沖縄市にあります。あ、そうですね、はい、で、まあ、今少しお話が出ましたけれども、もともとこういう医療関係を目指すというのは、まあ、学生の頃からイメージとしては持たれていらしたんですか？大体高校生ぐらいの時に、はい、スポーツトレーナーとかスポーツドクターなりたいなと思っていたんですけど、はい、それで医学部を、まあ、スポーツドクターだといろんなことができるので、はい、この選手のケアとかやってみたいなっていう気持ちがあって、医学部を、はい、に行きました。スポーツトレーナーというと、今でいう柔道整復師などと呼ばれる、ああいうカテゴリーになるんですか？そうですね、メンテナンス、選手のケアをするっていうのがきっかけではあるんですけど、まあ、今全然違うことをやってますけど、はい、一つ面白いなと思ったのが、このスポーツというこのジャンルに特化したこのドクター、うん、もしくはトレーナーをこうイメージされたっていうのは、うんうん、ご自身自体がスポーツに関わってらした部分もあったわけですか？中高部活をやってたので、はい、で高校生の時にちょっと怪我を故障して、ええ、で整形外科医の方に通院したりとかして、まあ、そういうスポーツ選手を見る仕事もあるんだなっていうことで、あ、それがきっかけです。でこう医学部を目指され、まあ、実際にこう医学部に入られると、はい、一般的には6年ですか、そうですね、はい、がある中で、うんうん、それぞれこう専門的な学びの部分というのをこう選んでいくというところもあると思うんですが、そうですね、
実際にこう医学部に入られた後、はい、まあ、様々な分野をこう見ていく中で、このスポーツという当初のイメージから、はいはいはい、まあ、現在の選択に切り替わったきっかけみたいなものというのは何かありますか？きっかけ、私宮崎医大、宮崎の大学だったんですけど、はい、そっちでは巨人軍のキャンプがあって、毎年のように故障した選手が大学にやってくるので、もうリアリティ溢れる感じ、清原選手とか車椅子で運ばれてきてるのを見たりとかして結構身近ではあったんですけど、はい、やっぱり沖縄に帰りたいっていうのがあって、大学は県外だったので、はい、もう沖縄に帰ってとりあえずそれから何をするかは決めようと思って、あ、もうこれは卒業の時点で沖縄に帰る、帰るという前提にしてたということなんですね、はい、そうですね、もう沖縄に貢献しようと思って、はい、帰ってきました。でもその場合って、はい、卒業の時点で例えば、うんうん、どこの病院に勤めますみたいな、うんうん、いわゆる就職先的なものっていうのは、ね、事前に決めていかれるわけですよね。そうですね。あ、そうか、そこでこういうスポーツジャンルを扱っている病院でなければそもそも違う専門を選択しなければいけない、うん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 、ということですか、うんうんうん、で私が研修したところは最初は必修科って、今研修2年間必ずいろんな科を経験しないといけないんですけど、全体的にローテーションするということですか、はい、私の時代はそれがなくて最初にもう専門科を決めて研修するのが主流だったんです、はい、ですけど、まあ、いろんなことを勉強したいっていうのがあったので、はい、共同病院でいろんな科を回る、はい、ローテーション研修っていうのをやりたくて、でご自身が希望して、はい、ということですね、はい、そうです。あ、じゃあもう最初のスタートからもう今の共同病院さん、そうですね、いろんなところどころで他の病院にも行きましたけど、はい、大体は共同病院に、うん、で実際こうローテーションする中で、はい、それぞれの専門科のやっぱ特性ですとか、うんうんうん、まあ、患者さんの症例の違いなども見えてくると思うんですけれども、うんうん、 そうですね、その中で現在この産婦人科にこう関わっていく要素というのが見えてきたわけですか、うんうん、そう、一番のきっかけは共同病院は医療生協といって組合員さんたちの集まりに参加することになってるんです、はい、で医師として、で組合員さんの一般の市民の方のお家に行くと必ず、はい、産婦人科医になってあなた女性だからっていう話をずっとされて、それまでは女性だからこの診療科に行くっていうのを全く考えてなかったんですけど、はい、女性の患者さんからそういうのをたくさん言われて、やっぱそういう考え方もあるんだなと思って、うん、まあ、でも最初は内科に行ったんですね、はい、で内科に行って、まあ、子供からお年寄りまで見れる家庭医っていうのがあるので、はい、家庭医になりたいなと思ってちょっと内科の研修をしてました。でその中でやっぱり女性の患者さんから、ええ、内科で通院してる高血圧の方ですけど更年期障害があるとか、はい、月経痛がひどいですとか、そういう女性特有の相談が多くなってきてて、はい、ちょっと勉強しようかなと思ったわけです。当時だと実際こう婦人科もしくは産婦人科に勤務されてるその女性の医師の割合自体も、うんうんうん、あ、まあ、そう少なかったと思います。その辺は患者側のニーズとしてもあったということなんですね。でちょうどそういう科ってあるのかなって調べてみると、はい、まあ、アメリカの方ではウィメンズヘルスとか、あとはこの性差医療って言って性別で違う医療っていうのが、はい、発展してきてるっていうのを知って、はい、女性特有の病気のケアをしていこうっていう学問みたいなのがあったんです、はい、日本にはまだなかったんですけど、ええ、でそれでウィメンズヘルスって面白そうと思ってそれを勉強したいなっていうので今に至ってます。長いですけど、いやいやいや、でも実際にその性差というこの表現が私すごく、うん、
合ってるなと思ったのは、うん、それぞれの性別ごとに、うん、確かにこの特有な症例というのはもう必ず存在する前提じゃないですか、うん、そういった意味で、うん、女性同士だからこそ分かり合えるというのも、うんうね、もちろんあったわけでしょうしね、うんうんうん、あれですよ、時代のニーズに沿ったかもしれないです。そう、先駆けてたかもしれないです、はい、まあ、そういった中で今日、うん、女性のヘルスケアの中でまず今ちょっとお話が出ました、まあ、月経痛という表現出ましたけれども、今日まず一つ目のテーマでお伝えいただきたいのがこの月経のケアというものなんですが、この月経のケアというものにまず注目をする上で、まあ私ちょっと男性なのでちょっとやっぱり承知しないところもあるんですけれども、このケアがまず必要になっている理由というのがまずあると思うんですが、はい、このあたりからちょっと今日 お話伺ってみたいと思うんですけれども、はい、昔の女性は例えば月経が初めて来るの初経っていうんですけど、はい、初経を16歳で迎えて、で子供を5、6人産んで、はい、であとは閉経するのが40歳後半ぐらいで生理が終わる、はい、で平均年齢平均寿命が50歳超えぐらいっていう感じの女性のライフスタイルだったんですけど、今はもう栄養状態が良くなったり体格が良くなったせいで初経月経が来る年齢が11歳か12歳、はい、4年ぐらい早まってるんです。で出産するのもちょっと遅くなってて20歳22、23歳で初めての出産をすると、でお子さんも産まない人もいますし、はい、まあ、多くて3名だったりとかっていう、ね、妊娠出産の回数も昔と比べてだいぶ変わってきてるの で月経の回数が昔の人と比べると400回ぐらい増えていると言われてます。あ、なるほど。月経の回数自体が昔と比べて増えているので、はい、それに関係する体のトラブル、はい、それがすごく増えてきていると言われていて、それで月経がある世代は月経のケアを、はい、積極的にやっていきましょうっていうことになってます。このあたりを注目されたのも、うん、やはり結構最近のお話なんですか。最近ですね、はいはい、やはりこう回数が増えることによっての、うん、まあ、体に対しての影響というのが少なからずやっぱりこう分かってきたということなんですかね。で主にこういった回数自体がこう生涯の全体的な回数が増えてくると、この体に与える影響もしくはこの病例として挙げられるものというのはどういったものがあるんでしょう。さっき月経痛っていうのは病名でいうと月経困難症という病気になるんですけど、はい、お腹の痛み以外に腰が痛いとか吐き気する頭痛があるとか、はい、もう全身にもうきつい症状が出るのが月経困難症といって、はい、もう一日中寝たきりになったり、もう学校に通えないとか仕事を休むとか、そういう状態のことを言います。そうなんですね。そう、きつい方はかなりきついです。であとはそうですね、子宮内膜症という病気が、はい、でこれは子宮内膜、子宮の中にあるはずの内膜っていう組織が子宮以外のところに、はい、卵巣とか腸とか中に肺の方にもできる人がいて、全身に広がる病気があるんですけど、はい、それがやっぱり月経の回数が多いと重症になっていくと言われています。まあ、実際に本来でいう体の機能としては、うん、あまり回数が多くても良くないという、多くても良くないということなんですね。はい、こういった病例が出てくるということは、そうなんです。それ以外にも、まあ、一般的にいただいている資料の部分で、まあ、乳がんですとか、はい、卵巣がんなどのこうリスクというのをこう挙げられていますけれども、うんうん、こういったいわゆる病例に対応するためには、うんうん、もちろん病院側での指導というものもさることながら、うんうん、まあ、各自お家でのこうリスク回避といいますか、うんうん、そういった過ごし方というのも出てくるかと思うんですが、うんうん、全体的にこういう月経にまず関連するトラブルに対しての対処法として今、うんうんうん、海先生などのところでご紹介している事例などはありますか。
今よく使うのは低用量ピルって言って、昔最初は避妊の目的で開発されたホルモン剤なんですけど、それが今は月経痛の治療で使用することが増えていて、はい、でまあ、中高生の女の子にも使ったりします、はい、で特に受験を控えてることとか、受験の当日に月経が重なると、はい、本来できる子も 100% の力を発揮できず、はい、落ちてしまうことがあるので、もう10月頃から、はい、ピルを飲み始めて、もう試験に備えるっていうのをやっていたりします。ただ中高生はやっぱり我慢する子が多くて、この病院に来ること自体がないんですね、あんまり。これは自らが発信しないということですかね。例えば親御さんとかも、うん、むしろ知らせていずに自分だけでこう抱えてしまうという、もう痛み止め飲んで休むぐらいで、まあ、病院で治療できるっていうことを知らない方が多いので、もう市販の痛み止めをずっと飲んで我慢してる、学校が時々休んでしまうっていうことで、はい、ぜひ病院に来てほしいんですけど、この辺の、そうなんですよ、多分病院側での一番のメリットって、うん、その全体のメカニズムといいますか、うん、どういった機能でもともとこれが発生するという理屈が分かっているからこそ、うん、その各自に対しての対処法がある種見つけやすいというのはあると思うんですが、この辺はどうなんですか。実際に市販の薬でも対処できるところはあると思うんですけど、うんうん、低用量ピルってホルモン剤は市販されてないので、もう病院で処方を受けるしかないんですね、で結構敷居が高いので、産婦人科っていうとやっぱり妊娠した人が行く場所っていう、はい、やっぱりこう誤解というかこういうのがあるので、はい、中高生で行くと妊娠したのって、周りの視線が気になって来れないっていう人もいらっしゃいます。本当はそうじゃないんですけど、ちょっと敷居が高いので、はい、はい、大変ですね。この辺はむしろ、まあ、お子さん自体はまだしも、うんうん、もしかすると親御さん自体がそれを知らない方がもしかすると多いのかもしれませんね。ピル自体がやっぱり避妊の目的で開発されたので、はいはい、飲んじゃうとやっぱり性に大らかな子になっちゃうんじゃないかっていう不安もあるみたいで、お母さんたちにも。あと副作用とか、ホルモン剤の副作用が体に悪いんじゃないかっていうのを心配されて、はい、来ない人もいらっしゃいます。ただ実数、うん、その処方に対しては、うんうん、まあ、当然受診時のこうヒアリングですとか、うんうん、はい、まあ、いくつか処方の場合は検査も事前に発生することもあるのかもしれませんが、うんうん、やはりそれぞれの、うん、まあ、体質特性にやっぱ応じた形で、うんうん、そうですね、処方というのが出るわけですよね。うん、体格を見たりとか、あとはスポーツやってるかとか、はい、あと受験するかとか、そういうニーズを聞いて治療をどうするかっていうのをもう決めていきます。錠剤が飲めない子もいたりするので、あ、そうなんですね。そういう子はもう粉薬の漢方薬を選んだりとか。そうなってくるとこう選択肢、うん、まあ、処方一つを取っても非常にやはり多岐にわたる形ですね、うん、そうですね、うん、ただ何よりも今の話の中でリスナーの皆さんにもきちんとお伝えしたいのが、やはりこの病院に行くということ自体が実は決してハードルの高い話ではなくて、うん、むしろきちんと情報を正しく把握していただくために必要という、うんうん、ね、まず前提を、もう相談の、はい、相談の気持ちで、軽い気持ちで来ていただいていいと思います。ですよね、うん、むしろそこでこう痛みに耐えること自体は決して美化されることでもないでしょうし、むしろ早めに、ね、受診でこう正しく情報を入れていただいて対応していただくというのが、うん、まあ、結果的には、うん、その子の将来のためにもなるので、はい、うーん、まあ、子宮内膜症ってさっき出たんですけど、はい、それも低用量ピルを飲むことで
予防になるとも言われているので、将来内膜症があると妊娠しにくくなったりするので、10代からピルを飲んで予防しておくと、はい、お子さんが欲しい時に、はい、スムーズに授かるんじゃないかなというのは言われてます。なるほど。あとそれ以外の治療法等について何か情報をお伝えできるものがあれば合わせてご紹介いただきたいと思うんですが、治療薬、まあ、漢方薬だったり、はい、あとはもう体を温めるとか生活指導ですね。あ、なるほど。食生活とか、あ、むしろこの何だろう、各家庭でできるもので、あえてこうご紹介できる内容のものがあるとしたらどういったものがありますか？体操、ストレッチしたり、骨盤をこう動かすような体操をしたり、お、まあ、月経中でもお風呂に入浴していただいて体を温めたりとか、使って体温をきちんとこう温めておくという形ですね。そうですね。なるほど。でももともと岡代先生でこういう産婦人科を扱う中で、まあ、いろんな機関の変遷がある中でですよ、その、まあ、月経を一つテーマに取ったとしても、この治療に対して の治療する側と受ける側のそれぞれのこう感覚の変化みたいなものは感じますか？まあ、もちろん技術的な医療情報も非常に近年やっぱり進歩が著しいというのもあるとは思うんですが、まあ、以前よりはピルに抵抗を感じる人が少なくなったかなと思って、最初からもうピルで治療したいですっていう方も受診されるので、あ、でもそういった方々はもしかするとあれかもですね、積極的にいろいろ調べて情報を仕入れている 方ですかね。うん、まあ、そういったこう情報の整合性、整理を合わせる意味でも、やはり受診というのは必要なのかもしれませんね。特に年齢がこうやっぱり幼い、それこそもう小学校高学年とか中学生ぐらいの頃になると、どちらかというとこうご本人がもしかするとうちにこもりがちになってしまうところはあるのかもしれないので、まあ、お母さんでしょうかね、むしろそういった意味では率先してこう手を携えてこう来ていただけるといいかなと個人的には思いましたが、そうですね、月経がいつ始まったか知らないお母さんも多いので、子供がね、最近ナプキン捨てるねって言って、それで生理があるみたいって把握してるお母さんもいるみたいですけど、こう手帳とかメモ帳、カレンダーに毎月いつ来てるかなっていうのは共有してあげるといいのかなと思います。なるほど。それ自体をこう伝えてない例もあるわけなんですね。いやー、なんかもう本当に申し訳ないぐらいこうもう無知なものでこういった部分はただ話を聞く限りやっぱりなんでしょう、単純なこう女性男性の区分けとは別に、やっぱりある種長い人生にすごく直結する、ホルモンの話の部分だと思うので、改めてその重要性というのはすごく伝わった感じでしたね。はい、ありがとうございます。ではここでちょっとレスガンの皆さんに一曲お届けをしまして、今日メインテーマで掲げております女性のヘルスケア2つ目の項目ご紹介をさせていただければと思います。今日はですね、ちょっとリクエストナンバーとは異なるんですが、今日いらっしゃる加代先生もですね、この女性のヘルスケアというところからどういう楽曲にイメージを膨らませようかなと思っていろいろとちょっと考えたんですけれども、イメージしたのは娘とお母さんで、こう、まあ、大げさに言うとこの命をつなぐといった意味で、この曲ちょっとご紹介できればなと思ってお届けしてみたいと思います。今日はちょっとライブ版でお届けしていきたいと思います。ではお聴きください。手嶋葵さんのナンバーで明日への手紙。
本日の1曲目お届けいたしました田島葵さんのナンバーから明日への手紙お届けいたしました。今週のアイネットラジオは医療関係者をお招きしてお届けしておりますウェルネスウィーク、沖縄協同病院より加代真美先生お越しいただいております。さあ今日前半ですね、加代先生から女性のヘルスケアにまつわるまず月経をテーマにいろいろとお話を伺いましたけれども、この前半の月経とまたちょっと時期を追ってという意味合いになるんでしょうか。2つ目のテーマは更年期というテーマでお話を伺ってみたいと思うんですが、やはりイメージで言うとこの月経というのが年齢の早い段階からスタートしてこう時期を違えていくで、更年期というとある程度やっぱ大人になってからの今度はホルモンのお話というイメージなんですが、うんうん、です合ってますか？はい、でこの更年期についても、うん、今日の番組の前半でお話があった通り、その時代背景でやはり出産の回数ですとか、うん、平均寿命の変化に伴って、うん、更年期の自体が症例も変わってきているということなんでしょうか。更年期がやっぱり更年期っていうのが定義がありまして、はい、閉経するした年齢の前後5年間をその人の更年期なんです。だから全員が一月ではないということ、一月ではないんですということなんですね、はい、なので閉経する年齢ってバラバラなんですけど、はい、日本人だと51歳2歳ぐらいと言われていて、その前後5年間を更年期と呼んでいます。一般的にですが、うんうん、この、まあ、女性の場合の更年期のこの、まあ、前後5年間ですか、うん、10年間ですか、うんうん、に、まあ、分かりやすい症例の自覚症状といいますか、うんうん、体に起きるものというと例えばどういったものが挙げられますか。一番多いのは体が熱くなるって、のぼせる、上半身だけすごく熱くなって、はい、こう汗をかきます。ドバーッとで汗をドバーッとかいた後に、はい、今度寒くなってガチガチ震えてきて、で手足は冷たいけど顔は熱くて真っ赤になったり、こうのぼせ、ほてり、ホットフラッシュっていうのがよく見られる症状です。これ自体は、うん、起きる原因としてはもう分かってるんですか。基調ははっきりとした基調は分かっまだ分かってないんですけど、はい、女性ホルモンのうちエストロゲンっていうホルモンが減ってくるとそういう症状が出やすいんじゃないかなと言われてます。それ以外には、うん、例えばこうやりますか、手足の、まあ、可動域の部分ですとか、手足がこう関節が痛くな関節痛が出てきたり、はい、あとエストロゲンっていうのがこう元気を出すホルモンなんです、はい、なのでエストロゲンが減ってくると元気がなくなる、気持ちが落ち込む、イライラする、くよくよする、はあ、ストレスが溜まりやすい、あらあらら大変です。完全なマイナスのループですねマイナスのループです。それに加えて、ね、お父さんお母さんの介護だったり、仕事してる女性は、はい、管理職になったり、はい、子供が羽ばたいていったりとか巣立っていったりとか、はあ、孫ができたりとか、そういう人生のステージでいろいろ転機があるときに更年期を迎える方もいるので、かなりこうきついと思います。実際にこう自分の体だけの話ではなくて、うん、外的な要因も、うんうんうん、ありますね、その発症の引き金につながっているところがあるということなんですね、うんうんすうん、これは難しいですね。だからお薬だけ出しても良くならないんです。やっぱり何が辛いのかなって話をいっぱい聞くんですけど、はい、お子さんとの関係とか旦那さんとの関係だったり、仕事での、はい、上司とか部下の関係をお聞きしたり、うん、もします。うわ必要だったらもうお仕事休職してはどうかという提案をして、はい、もう一旦仕事を休んで、もうゆっくり休んでもらって、で趣味を見つけてもらったりでやると少しずつ回復していく方もいらっしゃいます。
これだけただこの発症の原因が多岐にわたるとなると、うんうん、まあ、要は何か手をこれを打てば解決するという話ではないじゃないですか、うんうん、これあれですね、治療する側も結構ハードルが高いというか、うん、やっぱりいっぱいお話しされてくるので、はい、それが苦手な先生もいるんです、まあ、話が長いから苦手なので見てくださいっていう先生もいらっしゃるので、まあ、あとは医師だけじゃなくて看護師さんとか、はい、他の、の診療内科とか他のスタッフと連携して、うん、取り組んでいく必要があるかなと。あ、むしろこの婦人科産婦人科の枠だけ、うん、ではなくて、うん、多少難しいケースというのもあるわけですね。なるほど。でこの更年期についてですけれども、今お話があったようにその発症する、うん、原因といいますか、うん、部分というのが人それぞれの原因、うんうん、タイミングというのがすごくばらつきがあるということがある中で、うん、もちろんあの治療の上でこう対処できる、うん、アドバイスできる内容もあると思うんですが、うんうん、まずは前提として日頃の生活の中で、うん、あの取り入れたり、うん、もしくはまあ各自の頑張りがちょっとできそうなところからお話をちょっと伺ってみたいなと思うんですが、やっぱりあの更年期障害、はい、症状が出やすい方ってこう真面目だったりこう仕事一通じだったりとかこう余裕がない方もいらっしゃるので、はい、こう何か趣味を見つけて没頭できる、はい、他のことがでにも没頭できるようなものを見つけてほしいなと。運動したりとか、はい、ちっちゃいあのクラフトとか手作業でやるものとかそういうのとか、あとは食生活ですね、はい、もう規則正しく、お酒もほどほどに、あとタバコですね。タバコ吸ってると治療ができないことが多いので、あのそれはなんかホルモン剤の治療ができないので。あ、そうなんですか。ホルモンを補う治療があるんですけど、ホルモン補充療法といって、はい、まあ、喫煙してる方には基本的に薬出さないので。その出さないというのはもう合併症が起きやすい、はい、血栓症といって血管の中に血の塊ができる合併症がこうあるので、心筋梗塞とか脳梗塞とか、はい、そういうのを起こすと困るので、おタバコ吸ってる方には治療ができないんです。なるほど。だからもう禁煙していただいたらいいですね。で禁煙してる、あ、喫煙してる人は閉経するのも早いと言われてます。あ、そうなんですね。だから卵巣の働きもホルモンの量もすぐ下がってきやすいので、40代前半ぐらいで閉経したりする人もいらっしゃるんです。この閉経する段階での年齢の差というのは、うんうん、まあ、その後の生活環境に与える影響にもやっぱりギャップは出るということですか。閉経が早いとそれだけ閉経した後の年齢って20年ぐらいあるんですけど、はい、その中にいろんな病気が起きやすくて、高血圧だったり、あとは認知症とか、はい、あと骨粗しょう症、これが一番あの今注目されてて、骨粗しょう症放っておくと骨折しやすいので、あのちょっとしたことで、ちょっと転んだだけで骨折して、はい、寝たきりになるのが一番厄介なんです。あ、確かに、うん、手ぐらいだったらいいんですけど、足の太ももの骨折とかすると寝たきりになったり、はい、大きな手術を受けたりすることになるので、やっぱりきちんとケアした方がいいかなと思ってます。はい、他は何かご紹介できそうな。あとはですね、サプリメントが最近よくあの女性ホルモン、植物性の女性ホルモンっていうサプリメントたくさん売られていて、はい、でこれお薬ではないので、あの昔から日本人は豆腐を食べるんですけど、豆腐の大豆イソフラボン、あ、はい、でこれが女性ホルモンの働きをすると言われてるんです。おそれで豆腐製品とか豆乳とか
みんな取るようになってるんですけど、はい、で実はイソフラボンを取っただけでは、はい、女性ホルモンにならないんですよ。何かの組み合わせが必要。なんか腸内細菌がいて、腸内細菌が消化すると、はい、女性ホルモン作用をするのエクオールっていう物質に変わるらしいんですね。そのエクオールのサプリメントがたくさん開発されているので、はい、それを更年期の世代の女性にはもう勧めて飲んでいただいたりしています。あとはじゃあ体の中のこの腸内細菌を整えるための工夫ですかね、ですかね、はい、あとはもう検診です ね、 ね、健康診断を年に1回ぐらいは受けていただいてっていう形だと思います。この腸内細菌の今話出ましたが、うん、以前確かこのウェルネスウィークの中でも腸内細菌の話少し出たんですね、うんうん、あのまあ、ヨーグルト等の乳製品ですとか、うんうん、あのいわゆる善玉といいますか、うんうんうん、それを増やすための工夫的なものというのがあったと思うんですけど、うんうんうん、なんかそのエコールを産生する菌が日本人にはもともと多いらしいんですけど、やっぱりこの食生活が欧米化するした影響で、はい、この菌が減ってきたらしいんです。なので和食とかがいいんでしょうかねと思ってますけど。なるほど、和食でかつ今のこのサプリメントですと、まあ、うんうん、気軽にあれですか、ドラッグストアですとか、そうですね、売られてますね、通販とかでも。あ、もう特定の商品言うと良くないのでありますとしか言えませんけど確かに、うん、あ、なるほどですね。あと今度は、まあ、日頃の生活の中でできること自体は今の話が出ましたが、うん、今度はあの治療という意味でですけれども、うんうん、今現在取り組まれている治療法ですとか。治療法はまずはあのホルモン補充療法って言って、はい、女性ホルモン2種類をあの貼り薬と飲み薬で補う治療法をやっていたり、あとは漢方薬、はい、漢方薬とか、あとは気持ちの面で抑うつといって気持ちが落ち込む人もいらっしゃるので、そういう方には抗うつ剤を処方したりしていますね。これはあれですか、もともとのこのホルモンのある種このバランスが崩れる、うん、あの、まあ、うちの母親の時の事例で言うと、うん、あの自律神経的なところに影響が出て通院するといった事例があったんですが、その時に確かそのホルモンのお話が出たと思うんですけれども、そのホルモンの働き自体が一箇所というよりは全身に効きますというところなんですね。その機能が働くかゆえに、あの先ほどからお話が出たこの手足ですとかいろんなところに症例の影響が及ぶというのは、そこが理由ということですか。うん、で漢方薬の記載もありましたけれども、うん、はい、漢方薬のメリットというと、うん、どういった部分に当たりますか。あのホルモン剤だとやっぱり副作用で肝臓の働きが落ちたりとか、はい、あとはそうですね、あの乳がんのリスクが増すとか、5年以上ホルモン補充療法をすると乳がんのリスクが増すので、5年以上は使えない、まあ、使わないようにしてるんですね、はい、でそういう副作用は心配ないのが漢方薬になるので、で一種類でいろんな症状に効くんですね。あ、でそうなんですね。ホルモン剤が効かない更年期の症状の方もいらっしゃるんです。あ、ホルモン補っても全然症状が変わらない人もいらっしゃるので、はい、そういう方は漢方薬を使ったりしてます。これはまあ、いやでもそうですね、はい、本当にある程度こう、まあ、決め打ちではないですが、うん、いくつかのパターンの中に当てはめてこう、うん、それに対しての対処法ができないというのが、うん、ちょっと治療する側の、うんうん、総合力が試されるのかなという、ですね、うん、で実際日々あのこういった形で女性のまあヘルスケアという部分にこう取り組まれる中で、あの、まあ、もちろん始められた時期と経験をこう積みながら、まあ、今の状況があるかと思うんですが、
その中での変化みたいなものもやっぱ感じますか？あのそれは患者さんの症例ですとか、うん、こう実際の治療した後の変化、改善に対する変化といった部分になりますが、治療のやっぱり皆さん更年期っていうのが認知されてきているので、はい、自分から更年期だろうというので受診する人が多いんですね。で結局むしろ、はい、そうじゃないんだよって、30代の方でも更年期じゃないかって来る方もいらっしゃるんですけど、逆に心配しすぎな人が増えてるのかなと思って、20代30代でも更年期じゃないかなというのを心配して受診する人がいらっしゃいます。心配をするというのは、うん、ご本人が感じている自覚症状がそれに当てはまってると思っているからですよね。ほてりがあるとかイライラするとか、多いのはイライラするとかですかね。これは、いわゆる類似する症例だと思うんですけども、うん、でも実際のところ当てはまっているものなんですか？実際話を聞くと月経の前だけに起きているっていう方が多くて、はい、それは月経前症候群って言ってまた別の病気になるんですけど、実はそういうのが隠れてたりします。これはでも最初の月経のテーマでもそうなんですけれども、今の更年期の部分も、うん、なんかやっぱり自分の中だけで思いがちとか、こうなんていうんですか、ある種自己判断でこう決めつけてしまうのがやはり一番良くないのかもしれませんね。だってご自身が思っている症例と治療する側で受けてみると全然違った対応になるじゃないですか。だからむしろ一番怖いなと思ったのが、あの自分の思い込みとか、まあ今ですと例えばインターネットでいろんな症例みたいなものも多分検索はできるんでしょうけれども、ある種こう自分の中のだけで完結してはいけないというのがこのヘルスケアの全体的に言えることなのかなと思ったんですが、やっぱりあの市販のお薬でずっと我慢してたっていう方もいらっしゃるので、あの市販のお薬でもあるんですね、この更年期にとか、はい、漢方薬とか、それをずっと自己判断で飲んでる方とかいらっしゃって、実は違っていたこともあるので、一度はまあ病院で見てもらった方がいいのかなと思います。いやーでも本当にあの今日私自身も伺いながら、自分のこの母の事例ですとかものを聞きながらですね、あの改めて、まあ、将来的に多分うちの家内とかにも起こりうるであろうという状況の中に、もうなんかすごく今日予習をさせていただいている気分ですけれどさあここでちょっとリスナーの皆さんにはですね、今日もう一曲ちょっとお届けをしたいと思うんですが、これはですね以前に番組の中でもちょっとご紹介した楽曲なんですが、この命を扱う中でですね非常にちょっと反響の高かったナンバーなので、今日はあの全ての輝けるちょっと女性の支えになればという意味でお届けできればと思います。はい、今日こちらもですねちょっとライブバージョンでお届けいたしますが、はい、ぜひお聴きください。はい、AB バンクバンドでお届けいたします。 To you。
お届けしましたナンバーエビバンクバンドで To You お届けいたしました。さあ今週のアイネットラジオですが、かよさん、もう今日本当に言うとありがとうございました。あっという間にエンディングの時間になりましたけれども、改めていかがでしたですか、今日ラジオのご出演初めてと伺いましたけれども。テレビよりラジオっ子だったんですけど、はい、ああ、よかったです。また、今回、女性のヘルスケアということで、2つお話もいただきましたけれども、このラジオの方ですね、おそらく今のスケジュールですと、来年以降、ウェルネスウィークのちょっと継続の件も今、お願い来ております。はい。また、ちょっと違った側面から、この女性のヘルスケアの部分のテーマですとか情報発信というのもぜひお願いできればと思いますので、はい、また機会がありましたらぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今週のアイネットラジオベリングスウィークでお届けいたしました女性のヘルスケアでお届けいたしました。来週月末もですね、引き続きベリングスウィークのテーマでお届けいたします。そちらも合わせてお楽しみください。それでは今週はこれにて失礼いたします。皆様どうぞ素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。